小吉、大吉、アミ吉です。はい、ということで今回も動画撮っていくんですけども、今回はね、序盤切り動ということでね、475位、久しぶりに500以内からですね、マルチ行きたいと思います。で、そうですね、やっていきましょう。リプ解説もね、なんか1個あったらあげようかなと思ったんですけどね、いいのなかったですね。なかったっていうかチャレンジしかやってなかったですね。さあ、序盤切り動。で、そうですね、1000人ね、行きました。チャンネル登録者数が。いやー、嬉しいですね。なんかね、あっという間の5ヶ月でしたね。5ヶ月が、こんな早いのはね、初めてかもしれないですね。やっぱ楽しいことやってるとね、すぐなんですよね。時間が経つのが。なのでね、めちゃめちゃ早く感じましたね、5ヶ月って。お、エリゴレですね。で、そうですね。目標としては、まあ、1000人ね、行くっていう目標を達成できたんでね。まあ、あとは、本当に、なんでしょうか。あとは、本当に、そうですね。こっから、まあ、こっからが本番みたいなところもあるんでね。ちゃんと、いい動画をね、作れるようにね、これからも頑張っていきたいなと思います。そうですね。まあ、特に変わることは、そうですね。実写とゲーム画面っていう動画がね、もしかしたら増えるかもしれないですね。まあ、それ、やり方とかね、ちゃんと分かったら、増やしていきたいなとは思っているんですけどね。そうですね。そういうので、若干ね、動画も変わってくるかな、とは思うんですけども、まあ大きくはそんな変わんないですね。まあいつも通りマルチとか、やってね。そう、それでコメント欄でね、視聴者の、プレイを、視聴者のプレイにアドバイスしてほしいみたいな。まあそれ僕前やってたんですけど、それをね、もう一回、まあもしかしたらですけど、始めるというか、やろうかなーって今ね、ちょっと考えてますね。まああれ結構ね、良かったんですよ。好評だったんでね。まあやろうかなーって思ってます。そうか、相手取れなかったのか。取れなありましたね。そういえば使ってましたね。で、このベビードラじゃなくてライドラは、マスケ当ててあげましょう。で、なんでマスケ出したかというと、このね、ベビードラもね、受けてくれるんですよ、このマスケットが。処理してくれるんで、さ、相手としては多分右に形作りたかったと思うんですけど、左に行くしかないと。いやー、ここの形っすね。でも、このヒーラーが、この先行みたいになるじゃないですか、これで。これめちゃめちゃ美味しい、本当に。うわ、そういう感じか。なるほどね。これ攻め取るんできますね。ただ、この残り十数秒なんで、耐えたいですね。耐えたいな、これ。多分これで、いい感じに守れると思うんでね。耐えたら勝ちなんでね。時間的に。オッケー。まあ今、本当は、どっちも、あ、じゃあ、どっちか捨てれば、こんなね、ギリギリにはならなかったんですけども、時間見てね、どっちを守った方がいいと思ってね、判断で、ああいう判断しました。はい。345位、いい感じですね。行きましょう。エリゴレはね、相性いいんですよね。ババ小屋入りがちょっときつい。いや、まあ、きつくない。相性いいんですけど、負けるとしたら、そのデッキかな。今のはまあ、言うて、勝てますね。そうですね。で、そうだな。実写が増えるっていうのと、増えるかもしれないっていうのと、まあ、あとね、動画の質とかもね、できたら上げていきたいですね。うん。やっぱクオリティ重視して、まあ、毎日投稿は今後も続けていけたらなと思います。いや、なんかね、ここまで来たら逆にやめたくないというか、やめたら終わりな気がしてて、やっぱ、ねえ、ずっと続けたら、なんか、いいじゃないですか。気持ち的にも。なので。まあ、ちゃんと、ため撮りとかもね、できたらして、はい。
おこうかなと思います。さあ、ゴーストですね。ゴーストその1から、ゴースト動きすごいっすよね、本当に。さあ、これは、うお、やば、マジ。うわぁ、やっちゃった。ボムタワー1個。ボムタワー1個あれですね、これ。これね、ギリギリ投げてあげれば、多分一発で押される。危ねえ、マジでさ、1マスずれるだけで、折られるぐらいまでいっちゃうんでね。こういうミスは避けましょう。これなんだ？ゴーストとバルーンってのはよくわかんないですね。謎なんですけど。謎すぎるんですけど。さあ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 、ここで、ベビドラ。わかんないっすね。これワンチャン始まりゴースト来るかな。さあ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 。ここはね、オーケーオーケーオーケー、おいし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 。うわー、このダメージ痛いっすね、左の。これミスってあげればめちゃめちゃ守れてたんでね。まあまあまあ、ね、スケームレ、これなんすかね。謎デッキだな、マジで。でもライトニング切ってたんで、このバルーンはめちゃめちゃ美味しい。美味しいというか、まあ処理しやすいですね。で、これバックハンドっていうか、ボムタワー。いや、これは、あれですね。多分、雪玉打たないで方がいいですね。で、形作って、インドラ来るんで、スケルトンだけ足してあげて、え、待って、何来た？なんでそれも持ってんの？スケルトン頑張れ、スケルトン頑張れ。オッケーオッケーオッケー。このスケルトン追加がいいですね。本当はね、インドラの下げ取りたくてね、出したんですけど。で、そうだな、ここ、ケツから多分なんか来るんで、バルーン行っちゃいましょう。で、多分スケブー来て、ああ、なるほどね。じゃあこれあれだな。ライトニングまで来ますね。ライトニングまで来るんで、守れないっすね、ここは。はいはいはい。守れちゃった。OK、守れた。いや、20秒か。渋いな。うわ、渋いぞ、これ。微妙っすね。めちゃくちゃ微妙だな。いや、でも耐えれるな、これは。これ多分耐えれますね。ライトニング来るけど、雪玉で、弾いてあげて、スケートに釣って、アイゴルで釣れば、OK。よしって感じでね。2連勝、いいですね。さあ、ラスト行こうか。279位。勝ったらグロー。あ、同じコレクション、そうなの。勝ったら、そうですね。グロインするかな、勝ったら。今の相手のデッキすごいですね。ライトニングのゴースト入りのバルーン。珍しいですね。まあ、対空がね、薄いんでね。え、薄くないか。ハンターもいたのか。まあ、雪玉の使いどころと、あとはボムタワーの位置と、マスケの位置ですね。マスケとボムタワーをね、ライトニングに巻き込まれる位置に出しちゃうと、一気にね、持ってかれちゃうんで、まあ、そこ位置しっかり外してね、位置離してあげて、で、雪玉で。相手としてはマスケにね、ライトニング打ちたいんですよ。なんですけど、ボムタワー、そう、相手はね、そう、マスケにライトニング打ちたいんですけど、そしたらボムタワーにね、ライトニング当たんなくて、で、ボムタワーの爆破がね、強いんですよ。なので、壊れた時に雪玉にノックバックしてあげて、爆破をね、うまく当ててあげれば、いい感じになりますね。さあ、何ですか、これは。ナイト。あれですね。迫撃ですね。さあ、相性いいの来ましたね。相性いいが、勝てるか？ 勝ちたいですね。勝ちたいですけど、たまに負けちゃうんでね。しっかり勝っていきたい。ああ、ちょっと厄介ですね。僕だったら、迫撃立てる。どうだ？立ててこないか。ワンチャン逆サイド。逆サイヤリゴブがあり得るな。でもこれは、ああ、そうか。
これいいっすね。めちゃめちゃいいっすね。このスケルトンうざいですよ、相手からしたら。結構削るんでね。さあ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 。これ、マスケリーナで5打たれてもいいんで。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。これで一発来るけど、相手もこれね、守れないっすね。なので、めちゃめちゃいい交換かな。オッケーオッケー。で、僕はこのマスケをね、軽くアイゴレとかだけで受けれるんで。ちょっと早かったかも、これ。あ、でもいいっすね。オッケーオッケー。で、ここ、ギャングで守られるんですけど、アイゴレ残ったら、そうですね。手前に出してあげて、ちょっとでもダメージ稼いでいく。はいはい。これ手前ね、読めないんですよね。相手。読みづらい。なので、おすすめです。で、こんだけダメリード取れたら、まあまあ、あとはミスんなければね、勝てるんでね。あと、無理してね、攻める必要もないんでね。まあ、5削りめちゃめちゃされたとしても、さすがに負けることはないですね。5を削りだけじゃ。で、ここは、そうですね。これでいいかな。あ、待って、これ間に合ってない。こういうね、こういうもったいないミスは絶対しちゃダメなんですよ。いや、これでね、ダメージ結構いかれるんでね。で、これ僕はね、もうね、出さない方がいいです。バルーン出さない方がいいですね。呪文で削って、呪文とディガーで削っていきましょう。それでね、勝てるんでね。オッケーオッケーオッケー。こうやって、ファイブを使わせて、いや、この逆サイ正直無視していいんだけどな。正直ね、無視してあげた方がね、いいんですけど。まあ、一応かまっとこうって感じでね。よいしょって感じでね。いい感じですよ。これで爆破入る。なんならマスケも延命しちゃう。あー、マジか。で、また手前飛ばしてあげてね。これワンチャン読まれるけど、まあまあまあ。読まれても OK。なんだろうな、最初のディガーはね、手前がいいんですけど、2回目とかはね、手前だと当たんないんです。あー、当てられちゃうんでね。で、これ高めにね、迫撃来るんで、マスケで処理してあげて、さあ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 。で、これ寄せてあげてね。さあ、勝ち確っすね、これはもう。勝ち確なんですけど、相手が耐えてくるんで、でもこれもう負けることないっすね、本当に。うん、これしとけばね。で多分こっち来るんで来ないんかい。諦めましたね。 OK GG 3連勝、まあ、これ相性めちゃめちゃいいんでね。 OK 無事3連勝。グローインしたかな。さすがにしてないか。あー、あとちょっとっすね。まあ切り悪いんでもう一戦いきますか。じゃあこれ勝ったら6人っすね。なので引きましょう。いやー楽しいですね。序盤はスムーズにね、スラーと割といけるんでね、楽しいですね。あとは、やっぱいろんなデッキがいるっていうのと、なんだろうな、マジ環境がね、変わったんでね、それがでかいっすね。環境変わったのが本当にでかい。やっぱヒースピがね、減ったんで、かなり減ったんで、まあなんかほぼヒースピ入りだったじゃないですか、上位の、デッキは。なので、ヒースピが減ってくれたおかげで、デッキもね、大きく変わりましたね。あと、環境も大きく変わったし、流行ってるデッキも全然違うし。うわぁ、韓国のクランはね、ダメなんですよ。スケラなんですよ、スケラ。いや、スケラなんですよね、これは、多分。違いましたね。バレる。これワンチャンバルーンとか来るかな?やべえな、来たら。一応構えとくか。いやーやばいデッキだよ、これ。クローンっすね。ワンチャンゴレとかいいのかな?まあ、これもうクローン、もう私クローンですよって言ってるみたいなもんなんで、こんな。このデッキ。やばいでしょ。いやーこれ、マスキやられちゃうのかな?ちょっともったいない。
いや、これは やられないな、やられない、やられない。ムートいるんで、そうっすね。ムート潰したいっすね。うわー、ヒースピ、言ったら出てきたな。言ったら来やがった、こいつ。で、これ、ボムタワー、使う、必要ないかな。タルだけでいいっすね。ボムタワーは、一応、まあ別に取っとく必要も特にないんですけど。一応取っといてあげて、ゲイソー気をつけ来るんで、ここ被せてあげてね。あー、なんかハントいる気がしたわ。なんかいる気がしたけど。まあまあまあ、まあ、こうワンチャンさ、なんかスパーキーとかないかな。怖いな、それが。で、ホバリング来ますね。さあ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 。さあ、いい防衛ですよ。で、ここで調子乗ってバルーンとかに、ね、行っちゃうと、そう、この逆サイとかに、ね、やられちゃうんで、慎重に行きましょう。慎重に行けば勝てるんで。あと、ムートですよね。ムート気をつければ、なんとかなる。ワンチャン来るんだよな、ムートが。でも今、対空相手ないんでね。ここ、バルンディがしたら刺さるんですけど。いや、ワンチャン、ケツ気をつけ来る。あ、ムートか。ハンター回ったな。まあ、これで一発は入るんですけど、ここのカウンターっすね。ここのね、カウンターがね、ちょっと怖いね。うわぁ、回復やべ。痛いな。痛いっすね。めちゃめちゃ削るな。やっぱ強いな。ヒースピがやばいっすね。ヒースピの回復がマジでさ、あいつ、いかついな。いかつすぎるな。うわ、ここやばくね？これ守れるかな？これクローン来るでしょ？オッケーオッケー。ユキラマ72じゃない、70だ。回しましょう。回したら勝ちなんでね。さあ、GG ってことで、グローフィニッシュかな、これで。オッケー。なんか相性いいの弾けましたね、全部。オッケー、これでいったよね。さすがにいったと思います。オッケー、行きましたね。いや、ギリギリだな、ギリギリ。はい、ということでね。オッケー。んじゃ、スクショして、ツイートして、そう、ゴブ型でマルチとかね、言ってね、やってたんですけど、スケに変えました。はい。いや、なんかね、やっぱね、こっちの方が良かったですね。さあ、ロカラン28位ということで、まあ、一桁目指してね、これから頑張っていきたいと思います。動画もね、楽しみに待っててください。ということで、この動画良かったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。